糸崎君雄です。ですね、引き続きですね、この、ちょっと待ってですね、池田清彦先生の正しく生きるとはどういうことかをね、紹介しています。紹介というかね、まあ、難癖をつけてるんですけどね、あの、まあ、この、まあ、この本もそうですけど、池田清彦先生の本をね、まあ、10年以上ぐらい前に、何冊も読んでね、で結構影響を受けたので、それでね、改めて久々にこの本取り出してみたら、こういろいろね文句を言いたくなるようなことがね、書いてあってね、っていうのは、まあ、私もそのこれ12年前に出た本かな、でその頃に買ってんですけども、まあ、随分ね、私もあれから勉強して人格も変わりましてね、ですからそのまあね、難癖つけるともね、その意味でいいんじゃないかと、散々お世話になりましたからね、その、恩返しの意味も、込めて、難癖をつけると、難癖っていうかね、まあ、批判ですね、批判、はい、それでですね、このね、昔の人は不幸だったのかっていうね、昔の人は不幸だったかという、章があって、それをちょっとね取り上げてみたいと思うんですけども、ちょっと読みますけども、ちょっと読むっていうか、ちょっとかいつまんで説明しますけどね、マレーシアの狭い族というね、部族がおりまして、で男は、狩猟に従事して、女は山菜採りに従事して、そしてね、1日にね3、4時間しか働かないとね、原始人、いわゆる未開人ですね、3、4時間しか働かないと。でそれに比べてね、こう現代人はね、もう一日何時間働けば気が済むのかというふうにして、池田清彦先生は、述べておられますね。そしてね、引きがいるっていうのはね、とにかくね、一日中もう働かないでね、働かないっていうかね、まあ、その餌を取る時間っていうのはね、本当にね、少ないんですね。で何をしてるのかって観察してみるとね、その一日中ぼーっとしてるっていうんですよ。ですからね、その人間というのは、なるべく働かないでぼーっとしていることが大事だと、そういうふうにしてね、池田清彦先生は、まあ、生物学者のね、観点からもそう思うと、述べてるんですね。でね、これはね、まあ、実際そうでね、その、まあ、私も、まあ、池田清彦先生もだからその、まあ、専門は、昆虫なんですね。ですからその池田清彦先生の昆虫関係の本は、結構読みましたしね、それとその私も昆虫観察好きなので昆虫は、見てるんですけども、やっぱりね、虫っていうのはね、こう日がない一日ねぼーっとしてるんですよね。その例えばまあ芋虫なんかね、葉っぱに止まってますけどね、もうとにかく葉っぱ食べてる以外はもうぼーっとしてるわけですね。で、まあそうやって、そのだからね、人間もね、そのね、結構こうぼーっとしてる時って、誰でもありますけど、そのぼーっとしてる精神というのは、その昆虫の精神とね、あとヒキガエルの精神とかね、そういうね動物的な精神状態とね同じなんじゃないのかなというふうにして私は、想像しているんですけども、まあ、それはさておきね、確かにその、まあ、エネルギーをね節約するっていう、その効率の観点から言うと、人間もね、ぼーっと一日中していた方がね、いいとね。それは一つの考えですよ。池田先生はそういうふうにおっしゃってる。私はそうは思わないですけどね。そう思わないので、こうやってその歩きながら、本読みながら、喋ってるわけですけども、そしてね、その飢えと病気と怪我さえなければ、自然の環境というのはユートピアのような世界であると。でそれが崩れるのは、皮肉なことに飢えを満たすための技術が発明されたことによるというわけですね。だからその、原始時代ですよ、その文明が成立するその、約1万年前ですね、数千年内ですけども、その、文明が、文明というシステムが、その農業とともに発明されてね、人々が暮らす前の以前は、その人間というのは、せいぜい百数十人の、群れで、暮らしておりまして、その群れというのは、飢えや病気と怪我さえなければユートピアのような、世界であったと、ところが、それ
上を満たすための技術が発明されたことで、それが崩れてしまったと。でそして、文明になって、貯蔵した穀物は社会全体にとっては富である。しかしこの富をめぐって人々の思惑は錯綜する。富の所有は人間のもう一つの業、すなわち戦争を発生させると。でね、この理論はですね、その、まあ文明批判ですよね。だからその、原始時代というのは、幸せな時代を送っていたと、人間は。そのところが文明になって余計な、ね、発明を、ね、いろいろしたおかげで、ね、人間、ね、不幸になったに過ぎないというのが、文明批判なんですけどもね、これはね、僕の認識で言うと、まあ、間違っているんですね。でその、まあ、環境といってもね、自然環境といっても、それぞれなので、その、まあ、南の暖かい地域だとね、その人間にとっての食べ物も豊富で、まあ、日本だとね、この冬が寒かったりしますけどね、そうじゃない地域であると、まあ住みやすいのかもしれないですけども、しかしね、一方でね、まあ、この動画で前も説明しましたけど、私がその実際にね、自然観察をこまめにしていますと、そのね、昆虫はね、とにかくね、寄生虫がついている率がすごく高いんですよ。だからね、その、まあ、天敵っていうと、こう虫にとっての天敵っていうと鳥だとかね、あとさっき述べたカエルとかね、そういうその捕食者が、天敵というねイメージありますけどね、しかしね、この、内部からね、こう体を食い破って、こう恐ろしい、ね、寄生虫がいてね。で寄生虫っていうのはその寄生バチとか、寄生バエね、だからね、そのイモムシの体に比べてこんなちっちゃいちっちゃいものがね、プチッとこうとか背中に止まってね、で卵をね産みつけるわけですね。でそういうね、恐ろしいね、天敵がね、いっぱい自然界には、いるわけですね。そしてね、まあ、病気もありますね。病気もその、まあ、ウイルスにしろ、細菌にしろ、その、まあ、内部に寄生してそれをその体をこう蝕んでいくわけですね。だからね、そういうね、危険がね、いっぱいね、その自然状態には、あるんですよ。ですからもうそういうのはね、もう嫌だっていうふうにして思った人が、その文明というシステムをね、作り上げて、まあ、それはその歴史を経ながら徐々にね、こう形成していったんだと、思いますけども、まあ、オルテガ、スペインのオルテガという思想家によると、その荒野から人間が逃げるために、逃げるためにその荒野の一部を塀で囲って、その中から自然を排除して、そしてその中に逃げ込んだと、ね、それが文明の始まりだということなんですね。だからその、文明論的に言うと、それはその、まあ、あとね、その、まあ、自然観察の観点からもね、やっぱりその自然というのは、過酷ですよ。だからその、決してね、文明に比べてね、まあ、どっちが快適かっていうのもね、その、一概に比較はできないですけども、まあ、文明のおかげでこう、まあ、単純な、ね、自然賛美っていうのは、それはその、共産主義の原始共産性の、ね、賛美にも、つながってですね、それはね、そのね、非常にね、こう概念的であってね、あまりね、実際的ではないように、私は思えるわけですね。でそういう、ことをね、池田清彦先生もされているというのが、まあ、この章でありますね。はい。